フレデリック、フレッド・ビーコンスフィールド・ペントランドは、イングランド・ウルバー・ハンプトン出身の元サッカー選手、元サッカー指導者。ポジションはフォワード。ペントランドは、アボンデール・ジュニアーズとウィルンホール AFC を経て1900年8月、17歳で、当時2部リーグに在籍していたスモール・ヘスに加入した。加入後は主に、バーミンガム地域リーグに参加していたスモール・ヘスの、リザーブチームでプレーし、 1900から01シーズンにスモールヘスが一部リーグに昇格すると構想外の扱いを受けた。しかしトップチームには FA カップのポーツマス FC 戦で1試合のみ出場している。それでも出場機会が少なかったことから1903年にブラックプール FC へと移籍した。ブラックプールではセンターフォワードとしてプレーし得点能力が開花した。 加入後4試合で5ゴールを決め、1903年10月28日、ブラックバーン・ローバーズ FC への完全移籍が決まった。ブラックバーンでは、約2年半の在籍で51試合に出場し、9ゴールを挙げた。しかし、クラブが期待した成績は残せず、1905から06、シーズン終了時に移籍リストに上がったが、 買い手が見つからず、当時サザンフットボールリーグに所属していた、ブレントフォード FC にフリーで引き取られた。ブレントフォードでは、チームの得点源として活躍し、リーグ戦においては2試合を除くすべての試合に出場し、12ゴールを記録。クラブもリーグ10位でのフィニッシュに落ち着いた。シーズン終了後、同じくサザンフットボールリーグに所属していた。 クイーンズパークレンジャーズ FC に移籍し、ここではキャリアハイとなる14ゴールを挙げるも、全所属のブレントフォードより、下の順位でシーズンを終えた。1908年6月、フットボールリーグのミドルズブラ FC に移籍した。移籍金は500ポンドであり、ブラックバーンには150ポンド、QPR には350ポンドが支払われた。1シーズン目は、アルフコモニア スティーブ・ブルーマーラと共にプレーし、一部リーグ9位フィニッシュに貢献した。このシーズン中にイングランド代表に初選出され、同代表の顔、ビビアン・ウッドワードの一列下でプレーした。このシーズンだけでイングランド代表合キャップを稼ぎ、今後も招集されるだろうと予想されたが、ミドルズ・ブラにて1911年のトレーニング中に、トレーニングを拒否し、クラブの怒りを買って放出された。 1912年8月、ミッドランドリーグのハリフォックスタウン AFC に加入した。ハリフォックスでは選手権監督として活動し、シーズンのクラブトップスコアラーに輝くも、クラブの財政難を理由に、シーズン終了後にストークシティ FC へと売却された。ストークには半年ほど在籍し、すぐにハリフォックスへと復帰したものの、負傷による影響で現役を引退した。 現役引退後の1914年、ドイツ代表で指揮を取るため、届くした。しかし、届く後すぐに第一次世界大戦が開戦し、ルーレベンにある収容所に囚われた。収容所には4000人から5500人ほどの収容者がおり、ペントランドの影響もあってサッカーは数少ない娯楽の一つになった。収容者のうち1000人もの人が収容所内で独自に開催されたリーグ戦や、 カップ戦に参加し、ペントランド自身もこれに参加した。また、ペントランドは収容者向けに専用のサッカー雑誌を出版した。この収容所には、ペントランド以外にも数人の元サッカー選手がおり、イングランド代表でチームメイトだったスティーブ・ブルーマーや元スコットランド代表のジョン・キャメロンらがいた。1914年5月2日、収容所の一大イベントとしてイングランド、 選抜対世界選抜が行われた。イングランド選抜にはブルーマーを筆頭として、ペントランドも出場し、世界選抜にはキャメロンがキャプテンとなり、元ドイツ代表の選手が3人出場した。この後の試合には、フランス選抜ベルギー選抜なども作られた。ペントランドは、世界大戦終了まで収容所に留まり、戦争が終結すると、イングランドに帰国した。また、 中容中に看護師のナフニーン・ヘイズと出会い、1923年に結婚した。1919年、エース・ストラスブールにて監督を務めた後、1920年のアントワープオリンピックに出場するフランス代表の監督に就任した。フランス代表はベスト8のイタリア代表戦から出場し、イタリア代表を3の1で下したが、 ベスト4のチェコスロバキア代表戦に1の4で敗戦した。その後行われた順位決定戦にフランスは出場しなかったため、フランス代表は4位という扱いになった。1920年、ラシン・サンタンデールの監督に就任すると、わずか1シーズンでアスレティック・ビルバオに引き抜かれた。アスレティック・ビルバオでは、クラブにショートパスサッカーの概念を植え付け、 1923年にはコパデルレー優勝に導いた。1925年にはアトレティコマドリードへ移り、1926年のコパデルレー決勝進出に貢献した。アトレティコマドリードを1シーズン率いた後、レアルオビエドの指揮を1シーズンだけ取り、再びアトレティコマドリードに復帰し、記念すべきラリーが1シーズン目を指揮した。1929年5月には、 スペイン代表のアシスタントコーチに就任し、2ヶ月後に行われたイングランド戦の4-3での勝利に一役勝った。これにより、スペインはイギリスのカントリー以外で初めてイングランド代表を破った国となった。1929年にアスレティックビルバオへ復帰するとそのシーズンのラ、リーガ制覇とコパデルレイ制覇の国内2冠を成し遂げた。 1930年から1933年の間に4回ものコパデルレー決勝進出、1932年から1933年の2度のラリーが準優勝など、アスレティックビルバオのスペインでの地位を固めた。1931年には FC バルセロナを12の1で破っているが、これは未だにバルセロナのワースト記録である。 1933年には、再度アトレティコ・マドリードに復帰するが、スペイン内戦の影響で、イングランドへ帰国した。ありがとうございます。